第4飛行隊は、かつて航空自衛隊中部航空方面隊、第6航空団令下にあった戦闘機部隊。第3飛行隊に続く、航空自衛隊2番目の F-86F 戦闘飛行隊として1957年に浜松基地で新編され、1975年に兵隊されるまで、千歳関地、小松基地と渡り歩いた。 第4飛行隊部隊マークのシエブロン第4飛行隊は F-86F 戦闘機を運用する飛行隊として1957年2月1日に静岡県浜松基地第2航空団霊下として新編された。同年9月2日には第2航空団の北海道千歳基地への移住に伴い第3飛行隊と共に千歳基地へ移動し、 1958年4月28日から大量空審判措置任務を開始した。第4飛行隊は石川県小松基地で第6航空団が審編されることに伴って小松基地へ移動することとなり、1961年5月17日に臨時小松派遣隊として先検隊を送り出し、同年7月15日に部隊移動を完了した。 1973年2月17日から10月29日までの間、小松基地の滑走路工事のため、福岡県追記基地へ移動し、小松基地に帰還してから1年8ヶ月活動した後、1975年6月30日に、第4飛行隊は兵隊した。舞台マークは、第6航空団を示す、6をモチーフとした木と青のシェブロン。ありがとうございます。